やたら怖いんだよねこの画面。エニックスの、あ、本当だ、エニックスだエニックスなんだ。もう早くみんなにタイトル見てほしい。ねえ、お、なんか赤い何これSOL お、撮影、あ、先にスタッフ紹介してくるタイプなんだ。すごいよ、なんか始まったよなんかすげえ時代感じるなぁ。あれ、待って、なんかさ、なんか定期的に猪木っぽい人がいない、なんか、うん、いる猪木っぽい人がいた。それちょっといつ言おうかなって思ってた爆発落ちじゃん。ううすげえ。すげえ。もう面白いじゃん。もう面白いじゃん、絶対このゲーム。これか、タイトル画面これか。カチ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 。カチカチ言ってるよ、なんか。はい、ということで、どうも、ライラーです。ゲータイプです。今回からね、2人でこの鈴木爆発を、また始まっちゃった始まっちゃった、遊んでいこうかなと思います。もうぶっ飛んでるよね、この時点でもうすごいな。いや、もうこれ見た時点でもうやりたくてしょうがないもんね、もうね。絶対面白いゲームだもん、これ絶対。もうタイトルからして面白いもん。またこれ見るの爆発よくわかんないんだよね、今んとこ。よくわかんないね。わかんないよ。とりあえず街が2回もう爆破されたけど。爆発した。まだ録画開始して5分経ってないのに2回爆発しましたもう爆発しました。なんかね、次元爆弾を解除するゲームっていうのを知ってるんだけど、それ以外は何も知らないです。何も知らないです僕もそれ以外何も知らないです。じゃあ行きますか。スタート。行きますか、もう。お、ニューゲーム、データロード、オプションニューゲームオプション。あ、大丈夫だよ、やべえ、このままでいい、大丈夫だよ、これは。ステレオかモノラルかっていう。やべえ、バイブレーションオンじゃん。オンオフ。あ、ブルッとしたじゃあ一応ね、あの、俺が操作なんで、ライラ操作で、うん、画面をちょっと共有で、そうですね、はい、見せているっていう感じです。そうですね、僕が見てるっていう感じですねじゃあ行きますか行きますか。この必要最小限のメニュー画面、いいね。え、難易度ある。え、難易度ある。え、なんか嘘だろ。ハードやばそうだからノーマルにするとりあえず。そうだね、ハードなんか本当に理不尽に殺されそう。なんか本当にむずそうだよね、ハード、この手のゲーム。うん、あの、昔のプレステ特有の。うん、おゲーム8時10分。うん、すげえ中途半端な時間だな確かに8時半とかじゃダメだったんですか。あれ、これ、あ、押した方がいいのかな。あ、寝てる。あ、おお、起きたどういうことちょ、なんすかなんすか、クソデカ SE マジですごかったな、いきなり。なんで、何で起きたの今、大丈夫なの。あ、これ丸ボタンを押して進めてくんだ。あ、なるほどね。おお、鈴木さん、おお、鈴木さんち。なんかみかん乗ってんだけど。もう怪しいな。怪しいよね。上になんか乗ってるもん、もう。みかんかりんごか。お。パンコお願いします。何が。乗ってるよ、乗ってるよ、みかん。ええまあ、それえってなるよね。ハンコは押したんだな、でもな。うん、なんか嫌な感想。そういうことなのね。もう、オチが読めてきてるね。え、やばいじゃん。え、これを解除するの？あ、なんか始まった。
なんか、なになになに特段みかん、タイムリミット3分3分3分方向機で意外と短いな。標識の方向へ進んで、どういうこと進んで標識の方向、ああ、前に進むってことか。四角ボタンで残り時間を見て、なるほどなるほど、はいはいはい、解体率すごい。ああなるほどね、3分解体率 0% デンジャーセーフデンジャーセーフいやそこ気になるよねやっぱ。え、3方向行けるってこと？時間を見て、あーこうやってちょっと行けるね、見ることね、どっから行くかってことね。お、あーネジだ、丸ボタンで通路を用意。おーなるほど、丸ボタン、あドライバーとかあるのかな。ドライバー、虫眼鏡、おーある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 、解体の基本は調べることから始まる。ニッパーとりあえず突き刺してみる。とりあえずヘタが変 だ、ね、ネジ、ああそれで調べるって感じかもしれない。ああ調べてここで気づくんだ。ニッパー行ってみる。ニッパーでとりあえずダメ、ここには使えない、まあ、あそう使えない、チュートリアルなんだろうな。一応見ていい、ああ時間は経過してないんだ。そうだね、チュートリアルの感じ。よかったよかった、いきなりニッパー突き刺してボガーンとかなるかと思った。わかった、これ外した瞬間始まるんじゃない。あそういうことね、そういうことね。あこれで回すと、お回った、回して、えこれで回して回して、オッケー、ああ始まった。あれ待って待って、閉めちゃった、閉めちゃった一旦諦めたな、一旦諦めた。あ丸ボタンだけでいいんだ、丸ボタンだけでいいんだ。あオッケーオッケー、あーなるほどね。おおおお、いきなり、もう川それ、爆弾の心臓、あ、新刊があるんだ。なるほど。あの、揺らすとバカーンってなっちゃうやつだ。新刊って。なるほど、なるほど。とりあえず緩めて。こいつ、すごいな。こいつガンガン恐れず進めていくな、この女の子。すごいね。ネジだって普通に言ってるもんね。ネジだ。で、こうして。緩める速度も速いもん。もうドライバー慣れてきてるもんだって。でも問題はこれだよね。ああ。よくあるやつだなぁ、赤と青のやつ。これ何調べるとか、あそれ調べてみよう。値札をつけてやった、値札をつけてお前の命の値段だ、怖っどういうこと、いくらって書いてあるんだ、いくらって書いてあるんだろう本当に。でも特にそこは、ね、めっちゃ好きになる。いやもう切るし、それだけっぽいね、切るしかないよね。そうだね、一発使うしかないよね。ここで上か、どちらかの行動を切れば。なるほどね、思いっきりデンジャーって書いてあるね。右側にデンジャーって書いてあるな。じゃあ赤いきますか赤ですね、赤ですね、これは赤ですね、これは切るなんかついてる、いけいけ、あー多分これダメそんなに？あのこの人のせいで多分すごい数の命が失われたよ今。何この音楽？一人の。これどっかの民族の音楽みたいな。民族の音楽？よっよっつって。すごいよね、リトライってもびっくりマークさついてるもん、リトライ、うん、まあ青なんだろうな、やべえ青でしょうね、青だろうな、青だろうな、もうドディフの音楽流れそうだったもんさっき爆発の時、人類滅亡シリーズね人類滅亡、そう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 懐かしの動画シリーズ、懐かしのね、まあここはね、まあ、この辺はもうね分かってるからね、何ウォーって言われた、ウォーって言ったの 今のウォー何さっき言ってたそんなこと、あまりのスピードに驚いている、おーもうもうプロってるもんね、プロってるよね、もう手が痛い、プロってるね、手が痛いって、そんな硬かったネジ、じゃあもう一回赤もう一回赤いっときますか、もうただ 町2つ分ぐらいいきますね、これでいきます、はい、まあそっちだな、でおおなんかすごい時代感じるこのアイキャッチ、このアイキャッチ何、
トータル鈴木レベルって何なの？鈴木レベル。お、A だよ。鈴木レベル A だ。やった。もう、な、もう最高の鈴木じゃん。A いいのかな?S とかないよね。A いいのかな？でも、だって爆発までまだ2分残ってるからね。じゃあ A がいいのかな？わかんないや。わかんないや。いいのかな？わかんないけどね。まず鈴木レベルもわかんないし。鈴木レベルがわかんない。ああ。なんかストーリー性が一応あるんだ。そうね、結局解体終わったから寝るんだ、うん、何今プシューって なんか今不穏だけどこれいるあ、オープニングオープニングか。ここで鈴木ってこの女の人のことなのかな。じゃないのすごいな、めちゃめちゃ時代を感じる。え、ホッピング乗ってないなんか。ホッピング乗ってる、ホッピング乗ってる乗ってますね編集が謎だな。表に飛べてないですね謎編集だなぁ画質荒いなぁそれは仕方がないうん、まあ発売当時を考えるとね。うん、これの意図が一つも読み取れない関係してくるのかな、こういうのも伏線ですよね。なんでこれ回収する、ちゃんとしなさそうしないでしょこれ。だってそのオレンジのキャミソーのアローゼアってなんだよってずっとアローゼアとだアローゼアうん、しかもこれ青の色違いもあるじゃん。なんで全部このシリーズで統一してるんだよこのキャミソール。すげえ謎編集だ。いや、しかも謎な上にあのオープニング長いな割と。あ、これ爆弾。あ、時間が。あと1分で。鈴木爆発。鈴木爆発。フェードインしてきた。1時間半ぐらい経ったかな。5ぐらいだね。時間刻むな。お、出勤先みたいな感じかな。そうだね、出社してますね。この人1日でもうどういうことごめん、わかんないこれからもきっとこれから潜りに行くんでしょうね。潜りに行くんだろうね。ねえ、おそらく高層ビルですけど。お、傘？え？待って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 。傘じゃない。傘ではないよ。傘ではないですね。どうするつもりそれ？え、何が違うのこれ？みんな手上げてるな。え、ちょっと待って待って待って。あ、ピストルが爆弾ってこと？あのどこから突っ込んでいいですかこれ？なんかストーリー性が。どこから突っ込めばいいですか？まずそのピストルどこから出した？出した。なんか傘から出したか。あ、本当だ。なんか銃口になんか。ね、銃口なのかな？中に何かある。これをなんか調べるのかな。これか。まずネジ基本なんすね。指先がネジに当たった。冷たい。指先がネジに当たった。じゃあ。ああ、じゃあそうするとこれをまた。そのうち道具も増えるのかね。かな。お。お、取れた取れた取れた。取れた。おー。危ないよここからよ。そりゃそう。危ないよここからよ。それはそう。むき出しになったからね。あ、全然なんかトースターみたいな見た目してる。トースターみたいなね。カバーが取れる。ネジを外せばカバーが取れる。なるほど。ドレス取るか。多分最初のうちはカバーをどんどん外してって、うん、ニッパーで線を切るっていう。まあ、基本にはなるだろうね。ネジが取れた。もう一緒。裏までちゃんとついてる。ね、裏までついてる。うん。
すげえな。ピストルに用仕込んだっていうのもあるけど、ピストルどうやって持ち込んだんだろうって、もう疑問点が尽きなくてやばい。あ、出てきた。え、どういうこと？あ、もうで、え、待って、怖っ。怖い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 。ハサミがある。待って。ハサミが狙ってるコードには危険表示が。ハサミが狙ってる。またデンジャーって書いてある。あー、なるほど。危険表示が。青いコード、まだネジがいっぱいある。切ろうとしてるんだ、このハサミは。青を。あー、そういうことか。じゃあ、このネジを外して、ハサミをまず取らなきゃいけないのかな。そうね、全部外す、全部外せばいい。全部外さないと。なるほど。ネジの回転で、ネジの回転で前後に置く。え、どういうこと？あ、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 やばい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 。そういうことね。あ、場所で決まってんだ。あ、はい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 。あ、あ、そういう意味か、この下の矢印は。あ、そういうことか。矢印。今青い。今のうちに。取っちゃえばいいってこと。じゃあそうだね、戻るまでに。そういうことだ。で、OK だよね。よしよし、OK、で、トラップを取り除いた。青ですよね。青ですね。青ですよね。間違いなく青ですね。また人類滅亡するのか。危険表示。でもしかしたらさ、まあ、もしなんかちょっとパターンが違うかもしれないし、可能性があるかも。いっちゃいます。青いコード。あ、でもパターン違う。一緒かな。あ、違う。違う。中にいた人みんな行ったな。あ、みんなごめん。みんなごめん。次は頑張る。いやでもその当時さ、デンジャーっていう英語読めない小学生がさ、これやっちゃったかもしんないし。確かに。そう、子供の頃なんか買ってみたけどみたいな。じゃあもう勝手は分かったんで、まあ、ちゃんと勝手は分かったんで、もプロイところをね見せていこうかなと。もうまた2分残しで続きレベル A 目指すんで。そうね、もうオール A になろう。よし、こっちやってこっちやって。こいつなんでなんでこいつネジ取るたびにあーっていう。あー、あー、なんかぼやいてる。で、下から。そうね、下から下から。最初このなんか三角どういう意味なんだろうって思ったら、そうだよ、ネジを回した時にハサミが進む方向だったんだね。よし、で下2つやってで上と、で上やって、もう完璧ですね。もう完璧。あー、2分残しきついかなこれ。あー、きついな。でもドライバーのネジの数多いからな。ね、じゃあそれは仕方がない。今から殺す。じゃあ赤をもう切っちゃいましょう。はい、切る切る。おーおー。これほんと面白い。これ毎回入るんだね、これね、このアイキャッチは。トータル続ける。あ、 A だ。いい、いい、いい、やったー。解体レベル A。あ、今褒められた。褒められた、やった。すごいって言われた。なんでや。いきなりすごい場面なの。銃口を向けるな。撃った。え、発砲したけど。発砲した。セーブしないの。あー、セーブポイントってこと。セーブロードメインストリート。セーブしないのって言われた。ストリートセーブしよう。右折できないやつじゃん。あの、発砲したことに関しては何もないね。言及がなかったね。何もないし、言及はないし。データゾーン。データゾーン。データゾーンなの。セーブと労働するところをデータゾーンと呼んでるんだよ。よし、セーブします。ね、音楽は安定のヒョッ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 って言ってる。面白いな、この音楽。鈴木さんにセーブしていますって何。なんか今、鈴木さんにセーブしてますけど。鈴木さんにセーブしてます。どういうこと。なんかさ、あの、耳から煙ピュンって出てたじゃないですか、最初。あ、出てたね。なんか鈴木さんはロボットなのでは。
爆弾解体ロボみたいな。あ、ちょっとさ、うう標識変わってるな。あれ本当だ。本当だ。ちょっとあの迂回するようになってるんだけど、なんか左とまっすぐだったような気がするんだけど。うん。ぐるっ、ただの左折じゃなくなっちゃったな。右行っちゃってるね。うん、左折して一回こう登るんだろうね、あの首都高みたいな感じでね。なんでちょっとセーブロードのハードル高くしたの。どうしよう、セーブポイントまでを一動画にする、一パーティーにしますか。今何分ぐらいですか、ちなみに。ちょうど20分ぐらい。ああ、じゃあちょうどいいかもしれない。なんかこれ30分とか、なんかちょっと見る側も耐えられない気がする、うん、きついかもしれない。そうね、短い方がいいかなって。やっぱね、20分弱ぐらいがいいと思う。なんか別に10分台でもいいんじゃないかって思うぐらいの、なんかボリュームが、うん、そう、みんなにも休憩が必要だから、やっぱり、うん、ちょっとなかなかにね、カロリー高いゲームなんで、これカロリー高い。いや、めっちゃ笑っちゃうわこれ。めっちゃ面白いわ。じゃあとりあえず一回ここで一旦、とりあえず一旦切りますか。切りますか。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。